720点センター試験で取れたら、英検準1級取って、それ940点取ったんですよ。成績優秀者です。おいおい、YouTube はもう大学2年生の。ということで、始まりました、もちっちゃんです。今回はですね、いや、お久しぶりでございます。久しぶりです。熱英語の熱さんに。よろしくお願いします。いや、結構ですね、コラボしてコラボしてくれっていうですね、コメントがありまして。お、本当ですか。はい、してたのにっていう、うん、あ、そうですよね。もう1年前とかに1回してるからしてるんですけど、うん、やっぱその時からだいぶ登録者増えまして。あ、おめでとうございます。ありがとうございますね。で、コラボしてることを知らなかったっていう、うん、あ、そう、マスクを取った時だ。そうそうだでも取って、そうそう、うん、よかったんです。そうじゃあ今回ですね、アツさんがどういった勉強をしてきて、どういってこんなこれからやっていくのかみたいなのをちょっと聞いてみたいと思います。あ、なるほど、そんな感じですね。はい、わかりました。多分その最初に会った時に、そう、どうやってやってったかまでは聞かなかった気もするんで、覚えてない。そう1年前だから。そう、覚えてない。だいぶいろんなこと喋ってて、だいぶ何本にもなってましたね。それが、そうでしたね。そういえばかなりの本数になってたっていうのだけは覚えてますけど。そうだ、何話したんだろう。何話したんだろうね。じゃあまあ、はい、どうでした、最初英語は。得意だな。話したかな、分かんない。もう一回話したんですか。もう一回かもしれないけど。そうですね、全然英語得意とかじゃなかったんですけど、はいはい、まあ、高2の時に、高2の終わりに僕の父親が定期試験で 50番、10番以内、うん、に入ったら10万円あげるよって言ってくれて。思い出した、話した。で、はい、そう、それで、いや、お金もらえるんだったら勉強しようと思って、はい、勉強したら入って、はい、で、その中で英語が一番直された。おお、なるほど。なんで、まあ、英語ってなんか普通にできたらかっこよさそうだなとか、はい、ね、その歴史とか勉強してどうなんのみたいな感じだったけど、まあ、単純高校生なんで、はい、思考も何もなく、単純に英語できたらかっこよさそう、なんか英語で話したら楽しそうみたいな感じで英語好きになって、で勉強し始めてっていう感じ。なるほど、ね、うん、これで大学受験して、そうで大学受験して、で僕ももともと大学入ろうとは思ってなかったんですけど、おー、ほうほう、そう、大学入ろうとは思ってなかったし、別に全然そういう勉強とかに興味なかったんですけど、うん、まあ、それせっかく勉強始めたし勉強続けてみようかなっていう感じで、うんうんうん、まあ、趣味みたいな感じ勉強してて、で自分は家的にまず国立入るんだったら国公立に入ってるし、はいはい、お金がかかるからっていうのと、あと北海道なんですけど、札幌なんですけど、うん、札幌を出ないでほしいというか、北海道出ないでほしい。そう、ちょ、もう二択とかになる。そう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 。で、なんかもう一人暮らしするんだったら自分で全部お金払ってって言われて、いや、ちょっとそんなね、それなら辛いなと思って、じゃあ全然北海道、大学そもそも興味なかったからいいかって思って、で北海道一番の大学って北海道大学なんです。そうですね、はい、で自分は文系で北海道大学で、で北海道大学をじゃあ目指そうと思って、でそれに向けて勉強してたんですけど、うん、720点センター試験で取れたら、うん、北大の2次を受けようと思ってたんですよ。で実際が700点ちょっとあったんです。20にいかなくて、うん、僕の国語の点数が104点とかだったんですよ。あ、はいはいはい、で同じ感じだ。あ、そうですか。小説3点でしたから。そう、で、まあ、それで、あ、じゃあ720で受けるって決めたから、うん、じゃあ受けるのやめようって言って、で次の国公立って言ったら小樽商科大学っていう大学があるんですね、北海道に。でそこに、まあ、パッて入ったんですよ。で入っても結局じゃあ何がやりたいとかは別になかったんですけど、うんうん、英語が好きだったんで、はい、ただただ英語を勉強してたんですね。で大学1年生の時に、あ、英検準1級は最初かな、英検準1級取って、うん、と940点取ったんですよ。それから、まあ、翌年になって大学2年生ぐらいの時に、まあ、せっかく英語もなんか得意になってきたから、うん、海外の大学院とか行ってみるのどうかなと思って、で商学部だったんで、はいはい、で向こうでせっかくなら働けるようになりたいと思ったんで、うん、で需要が高かったのは会計士だったんですね、はいはいはい、でビザ取りやすいのはカナダかオーストラリアかっていうふうになって、うん、でオーストラリアは結構簡単そうだったんで、じゃあオーストラリアの大学に行って向こうで就活してみようと思ったんですよ。おーおーおー、そうで、そっからトフルとか勉強して、うん、トフルが一番最初103点とか、あー、でもまあそんぐらいで、学生そうですね、で英検一級とかも取って、はい、もう全部趣味がなんか転じて準備になったみたいな感じで、
で一応オーストラリア国立大学っていうところに出願して受かって、うん、で大学を3年で卒業一応なする制度があって、うん、それはなんか、まあ、別にめっちゃ優秀だったからとかじゃなくて、うん、単純に授業料払うのもったいないと思ってて、はいはいはい、向こうで授業料って年間300万ぐらいするんですよ。ああなるほど。そうでそれが高いから、だからまあちょっとでもセーブしようと思って、うん、国立で授業料安いんですけど一応1年早く卒業して、はあはあ、うん、で、まあ、USCPA という米国公認会計士の勉強とかも日本でしながら入学時期を待ってでオーストラリアに行った。23歳の時、2か3。あ、日本の大学が出てる。出ました出ました出ました。で大学院なんで、大学院で入るっていう感じですね、うん、そうです。あっていう。でも YouTube その頃始めてるの？あ、 YouTube はもう大学2年生のトイックがだから940点とかの時にもう始めてたんですよ。ほー、そう、なるほど。 YouTuber って言葉もなく、うん、マネタイゼーションの機能もない、はいはいはい、お金も1円も入んない時期なんですけど、うんうんうん、その時に自分の英語を話す機会が欲しいと思って、はいはい、で英語で日本語を教えるっていうのをやってたんですね。へえ。そうで、そしたら結構アメリカの人とか、うんうん、まあそういう、まあ、英語圏の人ですよね、うんうん、からコメントが来て、うんうん、でそれで自分の英語を直すことができたりと か、うんうん、かそういう人とつながれるのは楽しいみたいな、うんうん、そういう純粋な気持ちでずっとやってたんです。へえ、うん、そういう形でやってたわけですね。である時に英単語の暗記法みたいな動画を1本出したんですよ、うん、はい、それがめちゃくちゃバズって、おうおう、そう今100万ビューぐらいある動画なんですけど、はい、ね、そう、それがもう始まりですよね、熱英語。あ、その前まで熱英語じゃなかったですか、タイトル違いました。 Real Japanese Studio って言って、あ、全然違う、 For Japanese Teaching だったので、あーはーはー、そう、そこから全然違いましたね。でその教えてるやつは撮ってあるんですか？撮ってありますよ。そう、脱英語の一番下の方にあった、ね、すっごい暗い動画が明るさがそう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 、ね、ぜひ見てみてください、はい、その昔の英語力と今の英語力も比較できるんで、そしたら確かにそうですね。でオーストラリアに行って、そうですね、そこでそこで2年間で会計学のマスターを取って、うん、で米国公認会計士の資格も全部、もう入学するときにほとんど受かってたのかな。おうおう、なんで、一応資格もあるし、うんうん、で米国の公認会計士の資格ってオーストラリアの、公認会計士の資格にトランスファーできるんですよ、ね、おうおう、なんで別に向こうで新しく試験を受ける必要もなかったし、うんうん、で、まあ、マスターも持ってて、で一応成績優秀者で卒業してます、ね、おいおい、ディスティンクションっていう、あ、そうですね、そうそうそう、本のタイトル、本のタイトルにもなってて、そうで、それで卒業して、でもう片っ端からレジュメ送って、おお、ほうほうほう、でもうほぼ内容見ずに、はい、数打ち当たる戦法ですごいバーってやってたら、そのデロイト・トーマツっていう、まあ、ビッグフォーの会計事務所ですね、すごいところですよ、はい、から声がかかって、あ、君のこと欲しいからっていう感じで、あの電話インタビューとか、はい、実際やったりとかしてすぐ決めました。すっごい早かった。だから自分もちょっと迷いました。まあ、こんな早く決まっちゃって俺はこの道に行って大丈夫なんだろうかみたいな。まあ確かに。でデロイトって激務っていうイメージあって、はいはい、実際日本とかあったらめちゃくちゃ激務なんですよ。あ、なるほど、はい、ゾンビですね。そうなんですね。そう、日本の人とも働きましたけど、インパクトでそのオーストラリアにいた時にそのプロジェクトでそういうのがあって入ったりとかしたんですけど、な、時間の捉え方もなんか結構違くて、おいおいおい、例えば2日後デッドラインで、はい、でこんだけ仕事量あって、うん、じゃあどうするってなって、で僕たちの考え方ってオーストラリアなんで、まあ、あと1日、まあ、10時間働いても2日が20時間で、うん、20時間でこの仕事量をさばかないといけないねみたいな話になるんですけど、日本の人と話した時に、うん、まあ48時間あるってことですからねって言っててこっちなんか裏で苦笑みたいなそう電話でね、コンフェレンスコールとかで48時間みたいな、寝ないつもりだこいつらみたいなそうそうそう、その辺の文化の違いとか結構感じました。いや、僕の慶応の時の同級生も、うん、そのアメリカ行って公認会計士取って、確かその頃は遠隔で受けれなかったかなんかで、今日本でもその受けれるじゃないですか、アメリカの公認会計士。あ、受けれますね。そうですね、なんか昔は受けれなかったらしくて、アメリカにわざわざ行って試験を。ああ、いましたね、昔ね、はい、グアムとか、はい、ハワイとか行って、行ってわざわざ行けるっていう人がいて、その人デロイトに入ったんです、それ取って。あ、アメリカの？いや、日本のデロイトに入って、その後中国転勤して、はいはいはい、で中国も大変だしさそう、中国のデロイトで、すごい大変、もうなんか、でもなんか上司はもう遊ぶほどお金がある人で、あ、で暇つぶしで仕事してる。
本当っていう、まあ、パートナー相当偉いパートナーですかね。そうですね、ピラミッドの一番上のそのパートナーで、はい、結構もう年いってくると、はい、もう毎日ただゴルフしてるだけみたいな。ああやっぱそうあるんで、ね、でアメリカとかだと普通に億稼げるんでパートナーがあれば、そういう人でその人の下で行って、でもその人結局転勤して、うん、でその後どこだったかな、香港の近くのところに転勤して、その後今日本でやってますけど、うん、でも日本でやっぱ中間管理職になって地獄だって言ってました。首切らなきゃいけない役に今ですか、今なってもう、そうなんですね、もう地獄でみんなに嫌われながらそうですね生活するっていうんで、人に嫌われてもいいやっていう人じゃないと、でも上に行けないみたいな部分もありますからね。いや、どうでした、オーストラリアでは。はい、仕事。仕事。